厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は19世紀のモーツァルトとも言われたロマン派の天才作曲家フェリックス・メンデルスゾーンをご紹介します。メンデルスゾーンはドイツ出身のユダヤ人でした。メンデルスゾーンの死後、特に第二次世界大戦の前後の時期にはドイツ国内でユダヤ人だったメンデルスゾーンの作品は抽象され黙殺されてきました。この動画ではメンデルスゾーンの数々の名曲をお聴きいただきながらその人生をご紹介します。ぜひチャンネル登録をして最後までご覧ください。メンデルスゾーンは裕福で教養の高い家庭に生まれ育ちました。祖父モーゼスは高名な哲学者で一代で頭角を現した経営者でした。その息子アブラハムは銀行家、アブラハムの妻はベルリンの富豪の娘で音楽の才能に恵まれていました。そして1809年、2人の2番目の子供としてメンデルスゾーンが現在のドイツ・ハンブルクに生まれます。メンデルスゾーンがハンブルクにいたのは2歳までで、その後はベルリンで育ちます。ユダヤ人の家系に生まれたメンデルスゾーンでしたが、幼い頃に父の判断でプロテスタントに改宗しキリスト教徒として育ちます。メンデルスゾーンが音楽教育を受け始めたのは5歳頃と言われています。まずは母からピアノの手ほどきを受けました。4歳年上の姉ファニーもピアノを弾いていて、2人は共に優れた才能を見せます。しばらくすると母親から教わることもなくなり、ハイドンやベートーベンが絶賛したピアニストマリー・ビゴーやベートーベン作品の名ピアニストとして知られるベルガーなど一流のピアニストたちから兄弟揃ってレッスンを受けました。幼いメンデルスゾーンの才能は抜きんでていました。ベートーベンの9曲の交響曲は全てアンプでピアノ演奏できたと言われています。12歳の時には文化人として大御所的な存在だったドイツの詩人ゲーテがメンデルスゾーンを気に入って毎日演奏を求めるほどだったそうです。そんなメンデルスゾーンの演奏を披露するために父は宮廷楽団と契約し、自宅で日曜コンサートを定期的に開催することにしました。広間ではベルリン中の知識人や要人たちがメンデルスゾーンの演奏を楽しんだそうです。メンデルスゾーンはピアノ演奏だけではなく作曲にも才能を見せていました。ベルリン神宮アカデミーの指揮者ゼルターに作曲や音楽理論を学んでいたメンデルスゾーンは14歳の頃にはすでに今流れている名曲弦楽のためのシンフォニアを完成させています。ツェルターは優れた指導者でした。メンデルスゾーンはツェルターのもと過去の偉大な作曲家や大意法などの技法に自然と関心を持ち学びを深めていきました。そんなメンデルスゾーンを見た祖母がクリスマスにバッハのマタイ受難曲をプレゼントとして贈るほどだったそうです。こうしてバッハやハイドン、モーツァルトやベートーベンなどの伝統的な巨匠たちの音楽に親しんだメンデルスゾーンでしたが、16歳の時、旅行先のパリで衝撃を受けます。パリで演奏されていた音楽は、メンデルスゾーンにとってはどれも内容に乏しく軽薄な音楽に聞こえたのです。メンデルスゾーンはこの経験からますますバッハやベートーベンら古典の巨匠たちを崇拝するようになったと言われています。メンデルスゾーンは10代にして確固たる理想の音楽を持っていました。そしてそれを作曲に生かします。こちらの弦楽80奏曲変補長調は16歳で書いたとは思えないほどの成熟した作品です。さらに17歳では名曲として知られる演奏会用序曲「夏の夜の夢」を完成させます。
18歳になったメンデルスゾーンはハイデルベルクへの旅行で重要な出会いをします。有名な法律学者で音楽愛好家のティボーとの出会いでした。ティボーは新しい音楽を堕落から救うためには古楽の研究が重要だと考えていました。ティボーと熱い議論を交わしたメンデルスゾーンはティボーの古楽復興への情熱に感激します。そして5年前のクリスマスプレゼントで祖母からもらったバッハのマタイ受難曲を伝承したいと強く思い始めました。そして1829年、20歳のメンデルスゾーンは人々に忘れられていたマタイ受難曲を自らの指揮で復活上演したのです。メンデルスゾーンが作品に忠実な解釈で演奏したことでマタイ受難曲という名曲はもちろん、歴史に埋もれていた大作曲家バッハの価値も大きく見直されることになったのです。そしてこれを通じてメンデルスゾーンの名前もまた広く知られるようになりました。マタイ受難曲の復活上演の後、メンデルスゾーンはイギリス、ロンドンに向かいました。そしてロンドンで自作の交響曲第1番が演奏されたのです。結果は熱狂的な大成功でした。メンデルスゾーンにとってこれは公の場での初めての成功でした。メンデルスゾーンはさらにスコットランドへと旅を続けます。スコットランドでは独特の文化や自然に強いインスピレーションを受けました。その後メンデルスゾーンはスコットランドという名前を付けた作品をいくつか作曲します。その一つがこちらの名作、交響曲第3番スコットランドです。演奏曲スコットランド風ソナタも作曲します。このイギリスでの体験はメンデルスゾーンを喜ばせもしましたが、同時に反省もさせました。産業革命による鉄道トンネル技術に感嘆する一方で、子どもたちが工場で非人道的に働かされている姿も目にしました。メンデルスゾーンはこれまで自分が目的を持たずに娯楽的に旅行をしていたことについて腹立たしく思えたのです。そして翌年、21歳のメンデルスゾーンは2年にわたる大教養旅行を決行しました。デッサウからライプチヒに行き、ゲーテのいるバイマルを経てミュンヘン、リンツ、ウィーン、プレスブルクと様々な都市で学びます。この旅行の間に完成したとされているのが無言歌手作品19です。出発して1年半後、メンデルスゾーンはイタリアに到着しました。ベネチアやフィレンツェ、ローマ、ナポリ、ミラノなど数々の都市を回ります。イタリアは自然にあふれていました。イタリアの歴史的な絵画や建築、南国の明るい日差しにメンデルスゾーンは心を奪われます。そしてこのイタリアでの体験を後に交響曲にしたのです。
それが代表作の一つ、交響曲第4番イタリアです。メンデルスゾーンはイタリアを出ると、スイスやドイツ各地を回り、音楽の中心地、パリに到着します。しかしそこには失望が待っていました。パリでは行き過ぎたビルトゥオーソブームに人々が熱狂し、上品とは言い難いオペラが上演されていました。メンデルスゾーンはこうして様々な都市で多様な文化や価値観に触れたことで、自分が目指したい音楽についてより確固たる信念を持ったのかもしれません。この旅行の最後に自分を評価してくれたロンドンを訪れ、自作曲の指揮をし、23歳ベルリンに帰ることにしました。Herzliebchen, trag ich dich fort, fort nach den Fluren des Ganges, dort weiß ich den schönsten Ort. ロンドンでの滞在中、メンデルスゾーンは恩師ツェルターが亡くなったことを知らされます。ツェルターはベルリン神宮アカデミーの指導者だったため、後任の人事が慌ただしく進められました。メンデルスゾーンは家族の勧めで後任に立候補することになります。しかし24歳の誕生日を目前にして行われた選挙戦ではあえなく惨敗。これはメンデルスゾーンにとって初めての挫折体験でした。大きなショックを受けたメンデルスゾーンでしたが、ここから作曲家として自作曲の演奏にさらに熱心に取り組みます。5月にはロンドンに渡り、完成させた交響曲第4番イタリアを初めて指揮しました。同じ時期にロンドンにいた名バイオリニストのパガニーニはメンデルスゾーンの音楽を知り絶賛します。ベートーベンのバイオリンソナタをメンデルスゾーンと共演したいと願うほどだったそうです。しかしその願いは叶いませんでした。交響曲第4番イタリアを上演した数日後、メンデルスゾーンはロンドンを後にしたのです。メンデルスゾーンが向かったのは音楽監督に就任が決まっていたデュッセルドルフでした。素晴らしい鍵盤楽器奏者でもあり、とても優秀な指揮者でもあったメンデルスゾーンのおかげで、デュッセルドルフの教会音楽や演奏会のレベルは飛躍的に高まったと言われています。しかしメンデルスゾーンにとってはこの仕事は満足のいくものではありませんでした。オーケストラの音楽家たちの能力や資質が期待していたレベルではなかったのです。メンデルスゾーンはオーケストラへの怒りのあまり、リハーサル中に楽譜を破り捨てることもあったそうです。そして26歳でメンデルスゾーンはデュッセルドルフの音楽監督を辞任します。そして今度はライプツィヒにあるゲバントハウスの指揮者に就任したのです。もともと音楽に親しんでいたライプツィヒの人々はすぐにメンデルスゾーンの音楽に夢中になりました。メンデルスゾーンもライプツィヒのために尽力し、29歳の頃にはゲバントハウスのコンサートマスターダビッドのためにこちらの名曲バイオリン協奏曲ホタンチョも作り始めました。
メンデルスゾーンはライプチヒのゲバントハウスで多くの功績を残しました。モーツァルトやベートーベンの古典的名作を上演しながら、ダビッドやシューマン、モシェレスなどの新しい音楽も紹介します。そしてメンデルスゾーンが30歳になる年のことです。メンデルスゾーンはシューマンからある楽譜を受け取ります。それは当時歌曲の作曲家として知られていた亡きシューベルトの未発表の交響曲でした。シューマンは自らこの交響曲を発見し、あまりの素晴らしさに当時最高の指揮者だったメンデルスゾーンに上演してほしいと懇願したのです。メンデルスゾーンの演奏によって初めて公の場で音楽となったシューベルトの交響曲は、その壮大さによってグレートという愛称が付けられました。ライプチヒでのメンデルスゾーンは、過去から現在までに作られた名作を理想的な形で人々に知らせることができました。メンデルスゾーンは自分の理想を実現してくれるゲバントハウスのオーケストラに感謝していました。待遇の悪かった団員たちの給与交渉のために自ら各所に掛け合って書類を何度も書き直し奔走することもありました。またこのライプチヒ時代には愛する妻セシルとも結婚しており、楽園にいるようだと表現するほど公私ともに幸せを感じていたそうです。メンデルスゾーンが32歳の時でした。前年に即位したプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世から勅命が下ります。ベルリンの音楽レベルを上げるため、芸術アカデミー音楽部門の責任者に選ばれたのです。こうしてメンデルスゾーンはライプチヒからベルリンに移ることになりました。しかしメンデルスゾーンとベルリンの相性はあまり良くなかったそうです。ベルリンではメンデルスゾーンの作品はあまり評価されず、メンデルスゾーンも当時ベルリンでもてはやされていたピアノの魔術師と呼ばれるリストの派手な演出や自由すぎる解釈での演奏に憤慨していたのです。しかしベルリンの外ではメンデルスゾーンの音楽は評価されていました。33歳の時にイギリスのヴィクトリア女王に招かれたロンドンでは、人々がメンデルスゾーンに熱狂しました。メンデルスゾーンが教会でオルガンを演奏した時には、オルガンの周りに人々が殺到し、メンデルスゾーンは息ができなくなるほどだったそうです。メンデルスゾーンはこのイギリスの3週間の滞在のうちにベルリンから離れることを決意します。しかしフリードリヒ・ヴィルヘルム4世はメンデルスゾーンを手放しませんでした。結局妥協案としてメンデルスゾーンはプロイセンの音楽総監督に就任することになり、住まいだけをライプチヒに戻したのです。この頃に作曲されたのがベネチアのゴンドラの歌です。Wenn durch die Piazzetta die Abendluft weht, dann weißt du Ninetta, wer wartend hier steht.Du weißt, wer trotz Schleier und Maske dich kennt. Du weißt, wie die Sehnsucht im Herzen mir brennt. Wie die Sehnsucht im Herzen mir brennt. 住まいをライプチヒに戻したメンデルスゾーンがまず初めに取り掛かったのが音楽院の開設でした。すでに下準備は進めていたため、着々とプロジェクトは進行します。そして34歳の春、ライプチヒ音楽院が開校したのです。教師には世界的指揮者のメンデルスゾーン、名作曲家であり音楽評論家のシューマン、ゲバントハウスのコンサートマスターのダビッドなど、そうそうたる面々が並びました。当時の学生だった後の指揮者ライネッケは後にこう語っています。メンデルスゾーンからは15分で一生役に立つような助言や音楽上の教えを得ることができた。しかしメンデルスゾーンは物事に敏感で短気でもありました。怒りが爆発した時などは生徒のミスを大勢の前でやり玉にあげたりする一面もあったようです。一方のベルリンでもメンデルスゾーンは活動を続けていました。ベルリンではこちらの名作劇音楽夏の夜の夢が誕生します。
メンデルスゾーンが17歳で作曲した序曲夏の夜の夢を気に入ったフリードリヒ・ヴィルヘルム4世が改めてシェイクスピアの戯曲夏の夜の夢の劇音楽として完成させるように命じたのです。夏の夜の夢はポツダムの新宮殿でシェイクスピアの劇とともにお披露目されました。メンデルスゾーンは再びフリードリヒ・ヴィルヘルム4世と自分の仕事について交渉します。そして新しく大聖堂の教会音楽の指揮と王立管弦楽団のシンフォニーコンサートの指揮を任されることになりました。この新しい仕事にはメンデルスゾーンは希望を感じていました。そして秋にまたベルリンに移住することにしたのです。しかし蓋を開けてみると状況は違っていました。ベルリンの教会が大切にしている伝統的な礼拝では器楽を重要視していなかったのです。曲の演奏についても頻繁に見解の相違がありました。そこでメンデルスゾーンはまたまたフリードリヒ・ヴィルヘルム4世に謁見します。そしてこの謁見でようやく様々な責務から解放され作曲のみの契約に変更することができたのです。この頃に作られた名作が無言歌集作品62に収録されている春の歌です。36歳になったメンデルスゾーンはベルリンから解放されライプチヒに戻りました。しかしそれからしばらく体調の優れない日々が続きます。コンサートマスターダビッドのために書いていたバイオリン協奏曲ホタンチョウがようやく完成し初演が予定されていたのですがメンデルスゾーンが指揮台に立つことは叶いませんでした。秋には体調は回復しメンデルスゾーンはゲバントハウスの指揮を再開します。しかし翌年、演奏会で訪れたバーミンガムから帰国したとき、ひどい偏頭痛がメンデルスゾーンを襲います。医者からの厳しい忠告もあり、メンデルスゾーンは指揮や演奏を最小限に抑え、曲作りに専念することにしました。そんなメンデルスゾーンを悲しみの底に突き落とす出来事が起こります。イギリスの演奏会で拍手喝采を浴び、大満足で帰国していたときのことでした。立ち寄ったフランクフルトで、最愛の姉ファニーの突然の死の知らせを受け取ったのです。メンデルスゾーンは幼い頃から姉のファニーに絶大な信頼を寄せファニーも弟のメンデルスゾーンを生涯にわたって溺愛し二人は頻繁に手紙のやり取りもしていました。ファニーは女性であることを理由に音楽の道には進みませんでしたがメンデルスゾーンはファニーのことを音楽家の親友のようにも思っていたようです。作曲の計画を打ち明けたり、作曲に関する助言を何度ももらっていました。そんな姉の訃報を知ったメンデルスゾーンは、あまりのショックに声を上げて倒れてしまいました。そこからメンデルスゾーンは人が変わったようになったそうです。自分の仕事にも価値を感じられなくなってしまいました。ファニーの死の翌月、メンデルスゾーンはスイスに行きました。そこでファニーへのレクイエムとして書かれたのが名作弦楽四重奏曲第6番です。
デルスゾーンはファニーを懐かしみ、かつてのファニーの住まいを訪れ悲しみに暮れました。軽くしなやかだった足取りは重く引きずるようになっていました。またさらに神経過敏になり、極端に興奮するようにもなっていました。体調も急激に悪化していきます。そしてその時は突然訪れました。意識不明に陥ったメンデルスゾーンは1日も経たないうちに脳一血によりこの世を去ってしまったのです。姉ファニーの死からわずか半年、38歳という若さでした。偉大な音楽家の葬儀はライプチヒの死を挙げて行われました。メンデルスゾーンの亡骸は両親と姉ファニーの眠るベルリンの墓地に埋葬されました。ここまでメンデルスゾーンの人生と名曲をご紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。動画の感想はコメントで教えてくださいね。この作曲家シリーズはこれまでにもたくさん出しています。概要欄に作曲家シリーズの再生リストを載せていますので、まだ見ていないものがあればぜひ見てくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の解説や有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。